福岡工場福岡造船株式会社は、福岡市中央区にある日本の造船会社である。コンテナ船、多目的貨物船、ロー、ロー船、旅客フェリーセメントタンカー LPG 船、ケミカルタンカーオイルタンカー、リーファーなどの各種中型船舶を建造している。特に化学薬品などを運ぶケミカルタンカーをはじめと、する特殊船が主力である。 創業時はもっぱら漁船を建造していたが、1960年代に貨物船主体に転換し、その後退職ステンレス製タンク等の製作技術を高度化させ、ケミカルタンカー等の特殊船の建造が主力となった。2000年代後期以降、船舶への LNG 等の新燃料導入に向けた取り組みも進めており、 2012年には LNG を燃料とする12,510両トン型ケミカルタンカーを開発し、LNG 燃料のケミカルタンカーとしては、世界で初めて、ノルウェー線企協会の基本承認を取得した。2019年には LNG バンカリング線の建造を受注した。2004年に長崎市の超映像船の工場を買収し、長崎工場とした。 ありがとうございます。